後刻み市一戦の楽しみについてご紹介していきたいと思います。じゃあここから早速椎名さんお願いいたします。はい、行きたいと思います。じゃあ行く前にごめんなさいね、刀がですね、実はそれコウソリじゃなくてコウソリに、逆だったんですね。皆さんの顔もかぶりそうなので失礼いたしました。そうそう、コウなくてコウ、申し訳ございません。いえいえいえ、じゃあ行きましょう、はい、というわけで、まあ当然ですね、今日も一応配信間近と言わせてもらってるんで、はい、まあ、なるべく実機で説明した方がいいかなと思ってるんですけど、ちょっと改めてポイントをスライドにまとめてきましたので、まあ、そちらは軽くご紹介させていただきたいと思います、はい、それではまずスライドどうぞ。とじたまの魅力その1、アニメとリンクする物語、フルボイスのメインストーリー。というわけで、はい、アニメとリンクする物語と言いながらもうアニメのワンクールもう終わっちゃいそうですけども、あのリンクはしてます、はい、大丈夫です、はい、配信がこのタイミングになったとしてもリンクはしてます、はい、ね、知ってるからこそ、そう知ってるからこそ、あそこのシーンとか、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、で、まあ、皆さんにも収録いただいて結構な物量を取らせてもらったので、はい、もう本当にがっつり皆さん喋ってます、うん、本当に。なので、まあ、そういったところちょっとね、物語楽しんでいただきつつ、耳で楽しみながら、こう当時の巫女の世界を満喫いただければなと思います、うん、ということで次のスライドをお願いします。とじとの魅力その2、シンプルだけど戦略と引きが鍵、剣撃コマンドバトル。はい、誰この手前の女性の方、すごいね、めちゃ出てますね。右下、まあ、この後ご紹介するんですけど、まあ、サポートメンバーと言われるね、こうゲームでは、まあ、皆さんのキャラクターの他に、まあ、結局五家伝という学園生活をしていく中で、当然こう仲間、その同級生、うん、先輩後輩いながら、まあ、当然講師とか先生も出てくるじゃないですか。なるほど、そうなんですよ。あの方はもしかすると講師の方かも、はい、つなぎを着てるあたりとか、もしかしてちょっと刀の整備とか今してらっしゃる方だったりとかするのかなみたいな、実はそういったところも全部あの設定とかあったりするんで、彼女たち任務外で学校生活を送ってる中はこういう人たちと会話したりするのかなみたいなところが多分見えてくるかなと思いますという感じです、はい、という感じで、まあ、コマンドバトルですよというところで、まあ、ここら辺はもう実機で見るのが一番早いかなと思いますので、はい、その辺でいきたいと思います、はいはいはい、それでは続いてのスライドどうぞ。とじとの魅力その3、奥深い舞台編成&装備、そして強化システム。はい、というわけで、まあ、ゴミゴミいろいろ要素がありましてですね、うんうん、はい、本当にゲーム性としては意外とそのコマンド自体はシンプルなんですけど、まあ、それまでにどういう編成部隊でいくかみたいなところは結構細かく設定ができてですね、難易度がどん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 上がっていけばいくほど、こういったところを注意深く見ていくと割と、なんていうんですか、あ、こんな微妙な編成の違いでちょっと戦局が変わったりするんだみたいなところを楽しんでもらえるような、バランシングに今後なっていきますよということですね。右下とかすごい、はい、ね、すごい、ね、なんか DNA みたいですね。ね、バババババって、うん、皆さんのその何ですか、パラメータをカスタマイズしていく感じです。じゃあこれは編成、舞台選択をしたらあそこの色が編成が変わるってことですか？あ、違います。これは例えば金見、はい、いるじゃないですか。はいはいはい、で金見の一人の能力で あれだけ成長できる要素がありますよって。例えば体力を上げます、攻撃力を上げますとか防御力を上げますみたいなところが分かれてって、ああいうのをこう素材で集めてこう強化していくみたいなところとか。なんですね、そんな感じの要素でございますということです、はい、続きまして最後のポイントスライドどうぞ。とじとの魅力その4、とにかく可愛いキャラクター、着替えも OK ということで、可愛いな、はい、こんな感じでですね、まあ基本的にアニメ版のこうとじの巫女を見てくださってる方、まあ、基本、まあ制服着てることが多いじゃないですか、まあ、時折ね、宿泊施設とかでこうジャージ姿になったりとか、浴衣姿になったりとかしてることはありますけれども、はい、まあ、そんな中で、まあ、いろいろ多分彼女たちもまだ女子中高生なんで、まあ、きっといろんな衣装も着るよねみたいなところが、まあ、この 3D モデルで実現できるという形で、まあ、3D のイラストもなかなかこのゲームでしか見ることのできない格好だったりとか、でそれがこう 3D モデルにも反映されますよって感じで、なんかもうとにかく着替えさせて楽しんでほしい、はい、目で
目で、はい、目で楽しめるような感じになってますよということで、衣装は随時追加していきますので、はい、よろしくお願いしますということで、はい、まとめさせていただきましたけれども、うんうん、そんなことよりも早く実況見せろということで、実況使ってこれからご紹介していきたいと思います。やったー、はい、というわけで松田さん、はい、はい、隣にいるんで、はい、操作しちゃってください。はい、かしこまりました、はい、パスワード今見ちゃった、大丈夫です大丈夫です、この放送終わった後、はい、変更するんで信頼がないで、はい、はい、音声の方行っておりますでしょうか。どうでしょう、はい、行ってますかね。じゃあ早速実機映像行ってみましょう、はい、どうぞどうぞ。おお、来た来た、来ました。というわけで、ほら、異性が触ってるよ、喋ってるよ、あ、聞こえる、最後まで聞いた方がいいのかな、いいんですよ、ごめんなさい。というわけで、まあ、こんな感じのホーム画面になってますよというところで、はい、まあ、イベントとか、あとは前回の生放送で、まあ、ちらりと見せてる部分はあるんですけど、まあ、なかなかね、こう皆さんに広くこうお見せする機会はなかったので、ちょっと改めてこうバトルの部分とか、お見せできたらなと思ってますので、まずはちょっと編成の方を行ってまいりたいと思います。編成強化ですね、はい、編成強化のボタンを押していただいて、はい、はい、ということで舞台編成をちょっと見ていただければと思います。はい、はい、今回今日はワンクエストをちょっと やってもらおうと思うんですけれども、はい、まあ、今回はですね、せっかくご出演いただいている皆様のキャラクターで、はい、編成をさせていただいていますということで、まあ、例えば見本とかをちょっとアイコン長押ししてもらえると、はい、いうと、とまあ、カードが見えるわけですね。キラキラですね。で、まあ、巫女服姿ということで、はい、このキャラクター、このカード、まあ、リアリティ星4ということで、実はですね、星4のカードはですね、はい、カードタップすると、はい、ベーンと、おー、はい、素敵、これ全画面ですか？全画面で見ることができますよということで、はい、これホーム画面にもこうお気に入り設定とかでホーム、まあ、さっき見本の出てましたけど、あ、このすごいすごい、ビジュアルでもお楽しみいただけますよということなので、なんか気に入ったカードがあればホーム画面もそれで変えることができますよね、すごい、はい、っていう感じがあったりとかしますよっていう形で、はい、こんな感じでカード一つ一つ楽しんでもらいつつ、はい、で、まあ、他のキャラクターもそんな感じなんですけど、あとはですね、まあ、ゲームのその編成要素結構いろいろありまして、はい、まずはその先ほど出てた紹介されたメインキャラクター、こう4人、はい、その中から選んでいただいて、はい、こうチェックつけていくんですけれども、はい、その他ですね、あ、そうですそうです、はい、で隊長技もそこでこうなんていうんですか、はい、こうリーダーに設定、まあ、隊長ってリーダーなんですけど、リーダー設定するとこの右上の効果がこうバトル開始時とかに出てきますよみたいな、それが能力によってこうキャラクター変えていただければ多分違った能力が出てくるので、それも設定に合わせていったりとか、あとはまあ隊列変更ってボタンちょっと右側にあると思うんですけど、隊列変更、あ、右、これですね、そうですね、で、ここでキャラクターのアイコンをちょっとまあ見本とかタップしてもらって、はい、タップ、はい、そうすると前列と後列がちょっとスイッチしたりするんですけども、これもまあちょっと今舞台編成だけ見てると分かりにくいと思うんですけど、まあ実はそのバトル中前列と後列の概念があって、こう前列だとちょっと攻撃受けやすかったりとか、あとは陣形で今前列だと主勢プラス10ってあるじゃないですか、つまり見本のポジションでこう前列にしておくと守りがプラス10固くなりますので、これが陣形を集めていくと、例えば後列にすることで守備力は10元に戻っちゃうんだけど、逆に攻勢が上がりますよみたいな、攻撃力が上がりますよみたいなのもあって、でそれをこうなんていうでしょう、戦況上変えていきながら戦うこともできますよみたいなこともできたりとか、すごいな、細かくできてるんですね、はい、カスタマイズできますっていう感じで、であとは、まあ、説明はかいつまみますけど、うん、はい、ちょっと右側にこう4人、ん？計8人か、ここら辺のキャラクターたちはいわゆる、ゲーム用語で言うとこうバフデバフスキルって言われるんですけど、なんかこうこの4人の攻撃力をこう何パーセント上昇するっていう効果だったりとか、HP を回復してあげたりとか、なんかそういった能力を彼女たちが持っていて、そういう時もこう木を狙って撃つみたいなことができるような8人の構成になってます。こちらも自由に選択いただいて、編成していただくというようなゲーム性ですと。じゃあ決定をしていただいて、はい、はい、
で、まあ、皆さんお待ちかね、はい、あのバトル中はですね、はい、3D がぬりぬり動くわけですけれども、はい、まあ、せっかくなんで先ほどキャラが可愛いとお伝えさせていただいたので、はい、やっぱ着替えて自分のお気に入りのキャラクターでいきたいですよね、はい、ということで、はい、着替えに行きましょう。はい、みーちゃんですね。はい、ということで、朝倉美穂と、まあ、江藤絡美はちょっと別のね、あの機械でこう巫女服姿になったりとかちょっとお見せしてたりするんで、今日は知恵と薫を、はい、本邦初公開したいなと思いますよ。ということで知恵さんからいきましょうか。いきます、タップ。知恵さんだよ。はい、知恵さんです。ということで、まあ、この画面の状態でもですね、ピンチインピンチアウトで、あの、キックできます。あ、キュー、こうだ。おーおーおー、あ、キューキューキュー、あらら、これどう、あ、こうか。おー、おー、どうだ、すげー。はい、というわけで、まあ、せっかくなんでちょっと巫女装束にちょっと変えてみましょうか。おー、巫女さん。カーテン、オープン。あら、礼儀正しい、素晴らしい。あらららら、はい、っていう感じで着替えられつつ、じっくり見るボタンでですね、はい、縦画面でいけます。はい、なるほど、こんな感じで、せっかくなのでぐわっとぐわっと拡大して、ぐわっと、ぐわー、近い近い近い。まあでも逆にこんだけ近くてもいけます。やめて、ほくろあるんですね。ほくろやな、画面から。泣きぼくろ、いや、そこはダメよ。そうなんですよ、いろんな角度で見てみよう、ね、いろんな角度で見ていただいて。あ、大きい。脇やで、脇やで。いやー、手あげないかな。あらら、手あげないかな、手あげないかな。あとこれなんか揺らしてるんですよね。そうなんですよ、本当か。ちょっと髪の毛とかも揺れたりとか。素敵。ヒュン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 。あ、一緒に動いてる。かわいい。連動してる。本当に連動してたよ。マサさん、めっちゃ動かし方けしからんやでって突っ込まれてますよ。バレている。バレている。やった。はい、あ、そうだそうだ。これ、はい、これポーズ切り替えもありますね。をしたいんですけど、はい、えい、ね、あ、このポーズ、殺しにかかってますね。殺しにかかってますね。そうですね。どうかなっていう。はい、というわけで、まあ、こんな感じで、じゃあちょっと戻っていただいて、はい、どうですか、バトル突入に石原さんはこう、ね、制服と巫女どちらで行きます、はい、すっごい悩むけど、でも今の巫女さんで、巫女さんで行きましょうか、はい、了解です。じゃあ、あとはカオルさんを行ってみましょう。一応、はい、このまま戻ったんですかね。はい、このまま戻って大丈夫です。このまま戻るだけでこの衣装に決定してるってことですね。はい、じゃあ、これかな。お、行ってきました。ちっちゃい、ちっちゃいカオルさん。ちっちゃいんですよね。ちっちゃい。さっきの知恵と比べるとすごい背丈の差やね。ね、もうこれもいいんじゃないですか、もうじっくり見るいきなり押しちゃいます。じっくり見るいきなり押しちゃいます。もうちっちゃいんで、もう結構ピンチ、こうなんかうわーって、うわーって、うわーって、あ、でもちっちゃいですね。ちっちゃい、いやー、マジでなんであなたまずそこ行くの。センターだから、ついね。そう、なるほどな。本当だ、ボタンが綺麗に、本当だ、外れてる。やっぱ外れてますね。違う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 、あれ、あれ、ねえ、ねえ、なんであなたその次もそこ行くの。いい感じです、いい感じですよ。はい、よしよし、じゃあちょっと一回、あ、でも惜しい、惜しいね。みんな一回自分で試してみるんだぞ。よし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 。はい、という感じで、まあだからあれ、ツインテールも結構くるくる動きますからね、揺らせば。痛い、あ、かわいい、かわいい、はい、かわいい。という感じで、じゃあせっかくなんでカオルも着替えさせましょう。感じだな。あ、動いた動いた。じゃあ着替えさせます。はい、あ、コックがあるんですけど。なんかすげえところで止まってたな今。すげえところでアングル。じゃあコック行ってみますか。行ってみます。はい、テン、着替え、オープン。ベン、あ、めっちゃかわいい。こんなルーカー見てるんですね。ちょっとカオルの中ではハイテンションなやつですね。大きくしたろうな、お前もな。よしよしよ、キュー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 、下向いちゃう、こうか。うん、そうですね。あらあら、幼稚園に見える。かわいい。トゥン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 。かわいい。かわいいですね。かわいいですね。そしてなんか、癒される。なんか、ちょっとあるぞ。いや、ないないない。気のせいですよ。気のせいって言ったら誰だ。本野さんです。後輩です。はい、という感じで、どうですか、
どれでいきますか。いやもうこれはとても可愛いのでこの子でいきたいです。じゃあこの子でいきましょうか。じゃあ、はい、あれですね、スリッパで戦闘するんですね。スリッパで、ね、はい、じゃあホーム画面に、はい、ホーム画面戻っていただいて、じゃあ、はい、行きましょう。よし、はい、じゃあクエストをしていただいて、はい、もしもし、あ、帰ってきた。え、何何何何チューネーって呼んでるんだね、はい、そうなんです、チューネーです、メインストーリーで、はいはい、いろんな、ね、要素はあるんですけど、まずメインストーリーを今日はご覧いただければと、はい、で、今回はですね、3章の、はい、ポチッと、ポチッと、はい、の、3の12というところをちょっと選択してください、はい、で、じゃあこれがいわゆるフレンド選択なんですね。はい、トジトモって人がいる。友達はどっちかというと自分のパーティーの4名のうち誰かが倒れてしまった時にマスケットしてくれるあの人なんですけど、まあ一番上のキャラクター選択いただいて、はい、はい、ポチキスさん、ポチキスさんで、ちょっと理由が気になりますね。そうね、気になる由来が。はい、というわけで戦闘開始でよろしくお願いします。はい、ポチキスさんはあの僕知り合いなんですけど、はい、あれです、あのなんかこう印刷してワードファイルをなんかポチキスで止めまくってたらもうだんだんイライラしてきて名前にしたって言ってました。そう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 、チーズ動いてました、チーズ見損ねました。ごめんなさい、もうどうでもいい話しちゃった。ポチキスさんなんですよ。というわけで今実はあのアニメで出てくる連符女学院のところですね、戦ってるんですけど、はい、でコマンドバトル RPG としてですね、あのこの4人のキャラクターの行動選択をしていくんですけど、あのコマンドの方法は全部で3種類、攻撃というコマンドと連携というコマンドと、あとはこうエネルギーが溜まった時に放てる必殺技奥義と言われる3種類のコマンドを選択していきますということで、あの基本的なバトルの構造はじゃんけん方式と近いんですけど、この左側に、赤と緑と青のこう三角ありますね、こうグーがチョキに勝つとかあるじゃないですか。だから赤は緑に勝てるけど、で緑は青に勝てる、で青は赤にあの勝てるみたいなこう仕組みがありまして、なるべくその仕組みに合わせた攻撃方法を取っていただくといいですよということで、今美穂さんはですね、あの緑のキャラクターにちょうど合ってるんで、じゃあ攻撃を、攻撃、はい、選択していただいて、で日本の攻撃を選択した後ですと、はい、あの知恵の方はですね、連携というコマンドが出てきます。でこれは、通常攻撃をするか美穂と連携をするかっていう二択になりますので、まあ、例えば属性上相性が良くなかったりするんで、じゃあ美穂と連携をしましょう。はい、なるほど、はい、で次カオルさんに関しては青じゃないですか、はい、赤と相性がいいので、こう敵の真ん中が赤なので、これ赤いですね、はい、赤いやつ選択していただいて攻撃と、これあえて連携せずに、はい、でかなみさんがこうあれですね、カオルとこう連携をしてみるみたいな感じで、こう二分割連携もできますんで、ちょっとそれでいってみましょうか。はい、はい、そうするとカオルと同じ敵に攻撃しに行きます。なるほどなるほど、コックの格好で刀持ってるとなんか包丁間違えたんかな。確かに包丁間違えた。あらあら、あ、おー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 、これがあれですね、さっき言ってた前列と後列の概念で、前でいわゆるまあなんて言うでしょう、みんなを縦にみんなの盾になりながら戦っていく。なんていい子なんだ、はい、はい、あとはできる方法が、先ほど説明したサポートメンバーというのは左側にいるんですけど、これの真ん中キャラクターをちょっと長押ししてもらっていいですか。長押し、はい、そうするとですね、このつぐみちゃんというキャラクターはですね、味方団体のその HP、体力を50回復しながら、すごいすごい、このキャラクターの前列と後列を移動させると。だから美穂さん今殴られまくってて、ちょっとやばいじゃないですか。やばいですね、すごい前に揺れてますね。かなみさん今ノーダメージなんですよ、はい、だからかなみ一人前列にして移動しちゃいましょう。なるほど、じゃあいいと思う。なので、このキャラクターをもう一度タップしていただくと選択、はい、でこれで美穂を選択していただいて、はいはい、でこれでセットされましたんで、はい、あとは倒しに行っちゃいましょう、はい、美穂のキャラクター攻撃、それは攻撃選択していただいて大丈夫ですね。はい、赤は緑に強い、はい、なので、次、知恵さんは真ん中行っちゃいましょうか。真ん中、そうですよね、はい、青は赤に強い、はい、攻撃で、はい、はい、
でそしたらそれに便乗して、はい、全員知恵さんと連携してるんです。なるほどなるほど、はい、3人連携も可能です。じゃあこのまま知恵さんの連携をして、はい、知恵さん、ここにはカーソル合ってるのは別のやつですけど、連携をすると、はい、するとそこに合わせます。なるほどなるほど、行動開始。で回復して後ろに下がりました。助かった助かりました、元気になった。おそして倒す、すごい、あ、チームがダメよ、ダメ、あ、落ちちゃった、なぜか要にダメージがいかないという、なぜ、はい、こんな感じで3人の連携すると、まあ、当然大ダメージと、あー出血、はい、という感じで、じゃあもうラストは、これは赤で相性がいいんで、もう見本にみんな続いちゃいましょう。わー、みんな乗りましょう、みんな乗りましょう、続きましょう、てんてん、連携だ、すると、ズバッと、おー、かっこいい、あら、おお、もうめった打ちですね、めった打ち、はい、という感じです。とあ、大きいのが、はい、もうこれも結構敵強いんで、じゃあ次、これ実はですね、はい、連携の起点、はい、最初に始める人を変えることもできます。金網をボタンを押していただくと、金網からコマンドを入力できます。あ、金網奥義も打てますね。本当だ、いちゃいますか、知らない間に、じゃあ行きます、見たい、はい、じゃあ奥義を押していいんですか。奥義を押してください。で、どうしようかな。で、そうすると、見本の相性がいいので、見本の起点に3人連携してみるっていうのはどうですか。なるほどなるほど、いい、ね、そっか、じゃあこのまま攻撃を押して、はい、連携連携どうするか、お楽しみ、さあ、先に連携が、で、キャラクターの行動順番は素早さが重要なので、なるほど、お、来た来た、おやつを、ちょっとゲームオリジナルのね、エフェクトでドーンと、そうですね、あ、すごいすごい、もう一つの方も攻撃を食らってる、そうですね、これは全体攻撃とかがあったりとかするので、なるほど、めっちゃかっこいいですね。あれ、これも奥義見れちゃうやつ、あれ、いっちゃいます、これ奥義見る前に倒しちゃう可能性もありますけど、いっちゃいますか、あらー、いっちゃいます、全員奥義でいいんじゃないですか、全員奥義、誰か奥義連携行きましょう。じゃあこの子は攻撃、これ攻撃で大丈夫ですね、はい、みたいな、すげー、お、来た、え、靴だ、かっこいい、かっこいい、綺麗、あ、お、うわ、燃えてる、燃えてる、さすがみほちゃん、お、倒した、すごい、はい、という感じで、かっこいい、かわいい、すごい、かわいい、はい、こんな感じでですね、各キャラクターの大きいシーンもございますんで、はい、で、必殺技にはさっきちょっとこう終了後にこうなんかボワン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 ってなんか、うん、なんかスキル出てましたけど、うん、あんな感じでこう奥義打った後も次の局面に向けてこうなんかバフスキルとかでバフスキルをつけていけるんで、あ、まあ、そういったところでちょっと使うタイミングとかも考えながらやっていくというような感じでございます。ということで以上バトルの感じでした。はい、すごい、はい、ありがとうございました。はい、面白かった、ありがとうございます、ね、はい、というわけで時間的にどうなんですかね、なんかメインシナリオとかも軽く、はい、いけますかね、やった、はい、じゃあせっかくなんでちょっとこう金見と美穂の出会いのシーンあたりいきましょうか。あ、出会いじゃない、あれですね、再会をこう決意するシーンとかちょっとフルボイスで聞いていただければ。なるほど、聞きたい、少々お待ちくださいね。ネネが走ってますね。ネネが走ってますよ。なるほど、ね、そう、ネネ結構このゲーム内めっちゃ走りますよ。はい、走ってくれる。全力で走ってます。いい、走るよ。走るよ。走るよ。はい。飛ぼうとしてるみたいです。じゃあ、こう衣装の。うん、お、なんかニュース番組みたいですね。確かに確かに確かに、ゲーム、背景が、ゲームの中の BGM とかも皆さんめっちゃいいって言ってくださって、 ありがとうございます。すごい、はい、ゲームの中の BGM はですね、柳川さんという方に今回全部作曲いただいてまして、あれですね、皆さんご存知かあれですけど、アトリエシリーズと言われる、うん、柳川さん、はい、はい、作品で、まあ、女の子で出てくる RPG とかの BGM ものすごく得意な方に今回発注してるんで、はい、めちゃくちゃいい曲に仕上がってますんで、ぜひぜひ、これも30曲近く、はい、収録してますんで、ぜひぜひ聴いていただければなと思います。はい、じゃあ、いざ鎌倉と、いざ鎌倉、鎌倉やる気がすごいよ。あの
となしかった舞お嬢様が、すごい準優勝で美濃関学院の代表になられると。ドア玉ドア玉いきなり羊が泣くっていう。そうですね、まあ、これアニメ見てる人は分かるんですけど、そうですね、はい、はい、という感じでどんどん進めていただいて。やめてください、恥ずかしいです。お父様も心の内では大変お喜びかと。はぁ、お、まあ、あっちはあれでいいとして、カナミはまず降りるべき間違わないでよね。ああ、カナミならありえるわ。大丈夫だよ、マイちゃんがいるから、うん、早速マイ頼みとは。なんかここら辺もこうアニメで出てなかったシーンをこう繋いでるというか、ね、あ、きっとあの人こう見送ってた、くれた子たちとこういう会話をしながら、うん、そういう後ろでは あ素敵な絵。じゃあ行ってくるね、みほのちゃん。素敵、すごい。めっちゃ言ってくれたのに。優勝してきてよね、私に勝ったんだから。あと楽しんできて。楽しんでくる。私も応援のみんなと一緒にこの後鎌倉に向かう。一応は補欠だしね。あ、だからって私の出番とか作ったら許さないから。わかった、頑張る。あと帰ってきたらまたやろうね、立ち合い。みほのちゃんとの試合、準決勝、すごくワクワクした。すごかった、流派に縛られない動きが突然飛び出してきて、どこにこんな技の引き出しがあるんだろうって。みほのちゃんの集中力があそこで途切れてなかったら本当にヤバかったって思う。はい、な、で、照れちゃうじゃん。あー、もうわかった。じゃあ再戦の約束しよう。うん、約束。かなみちゃん、そろそろ行こう、新幹線来ちゃうよ。うん。行っちゃったね。あの子たちが美濃関の今年の代表。そうだよ、江藤かなみちゃんと柳瀬舞ちゃん、二人とも私なんかより全然強いよ、本当に。はい、という感じのストーリーが結構こうなんか集中して見れちゃうというか、引き込んでしまった。はい、でいてこうアニメ見てくださってる方とかでも、あ、なんかこの裏側はこういうことしてるんだみたいなところをちょっと楽しみながら、でもう一回あのシーンアニメで見てみたいなって思ってもらえるようなものになったらいいなと思ってますんでね、はい、ぜひぜひお楽しみにという感じでございます。はい、はい、ということで椎名さんありがとうございました。はい、あともう一発なんかせっかくなんで実機画面をご覧いただければということで、すごいすごい、なるほど、ガチャを引いてみましょうっていう。やったでもさ、ちょっと待って、やったっておかしない。だって別にここで引いたところであなた方のデータがないよ。やばね、あ、今の話は何よ。ここで私が紙引きしたらちゃんと反映しろよってこと。はい、なるほどね。ガチャっていう響きがいいよね。いいよね、響き。はい、じゃあせっかくなんで、じゃあちょっとガチャ画面も行ってみましょうかね。やったやった。はい。どうですか、松田さんのお引きの方は。ひよりちゃんもいる。引き不安ですね。え、もうもうちょいいけそうなんで引いてみますか。え、キャリーさん引いてみますか。いいんですか。本当にいい。引いちゃってください。やった、引けた。こうやってここで、ここで、はい、一回招集を押していただければ。落ちます。はい、はい、落ちます。そんな慎重なんでも。いや、大事ですよ。おお、見てください、高そうな部屋。はい、今みたいにですね、まあ金じゃん、金じゃん、金。おお、あ、マッチャーちゃん。はい、かわいい。というわけで、まあ、あの召集と言ってるだけであって、うん、ちょっとやっぱ、うん、多分その折り紙家に、まあ、私杜氏としてはここに行ってきなさいみたいな、こう召集令がきっとあるよねみたいな話をしてて、廊下を歩いていきましょうみたいな。で、廊下の扉にはまあ複数種類があったりとか、あとは実はですね、カードのそのまあいわゆるレアリティとか、あの状況に応じてあのカーペットが色変わったりとか、
ちょっと扉の周りに装飾品があるなしだったりとか、ちょっとあの差してくる光が夜の光か昼の光かとかで、ちょっと演出にこう差があって、は何が出てくるんだろうとか、あとなんか今銀の扉普通に止まりましたけど、銀の扉一回止まったのに急に向き方向向き変えてもう一回行くようないじらしい演出とかもあるんで、はい、ぜひぜひそんなところにも注目していただきながら、はい、ぜひぜひ、はい。という感じでございますので、ぜひこんな感じでですね、ガチャ楽しんでいただければなと思います。はい、ということで椎名さん、たくさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、実際のゲーム映像をたくさん見ていただいて、アプリの配信がますます待ち遠しくなりましたが、正直なところ配信いつ頃予定してるんでしょうか。ですよね、まあ、その話すげー気になってるだろうなと思ってて。そうですね、目が合わない ですよね。ちょっとやっぱ相変わらずですね、ちょっといろいろな諸事情により、ちょっと具体的な日程はやっぱちょっと今日の放送でもちょっと伝えることができないんですけれども、でも、ね、はい、仮日程はね、まだそう、実はそうなんですよ、結構ね、そんなに一応あのキャストの皆様には本日ですね、大体これぐらいには出そうですっていうのはちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、そんなに待たせないかな、もう、と思います。そうですね、桜が咲いてるのかなざっくり咲かないのかなぐらい、咲かないのか、早い桜はもう咲きますけどね、間もなく、じゃあ咲いた頃かなぐらいちょっとわかんないですけど、なんか本当にそれぐらいな感じで、出したいというところで、今本当に最終調整に入っています。楽しみ、お疲れ様です。はい、そんな感じでちょっと本日は勘弁いただければありがたいです。はい、ちょっと正式日程がちゃんと決まりましたら、ちゃんと公式ツイッターでご報告を、はい、させていただきますので、ぜひぜひ、ここ数、まあなんていうんですか、まあ、近日のこう公式ツイッターをぜひご確認いただければなと思いますということでございます。はい、はい、ということで公式ツイッターもお見逃しなくということで、とじともの配信を楽しみに待ちましょう。以上、とじとも徹底解剖でした。はい。